お前所得上げたいんやったら投資しろやってことを国が言ってるってこと。お前証券業者のなんか回し者なんですかって話なんですね。総理が言うべきことじゃないんす。人の金で世界に行ってみんなに投資させますから言うて、でお前は言ったらしてませんねんって、ビビるわほんまに。やってることむちゃくちゃですよ。お前アメリカ行ってる場合ちゃうやろって、お前能登に入れよってことですよ。アメリカ行ってる場合じゃない、向こう側に献上しに行ってる場合じゃない。イデコとニーサのことについてはお尋ねです。国が推薦してからずっと非課税ということで国は進めてますけど、実質賃金に対してもう唯一のもう救いというのがもうイデコニーサだと思うんですけど、将来的にその部分のもう、もう利子税に対して20% かけたりとかすることはありえるんでしょうか。ありがとうございます。国がニーサとかイデコとかっていう部分で、要は少額のものに関してはこれ非課税的な扱いをしているっていうお話ですよね。それが数十年経った後に何かしら揺り戻しみたいなものがあるのかっていうお話ですか。ごめんなさい、そこは分からないです、申し訳ない。個人がNISAとかに手を出すっていうのは全然いいんですよ。皆さんやっていただいていいんですけれども、国自体がそれを大宣伝してみんなやれっていうふうに旗振るのって非常にまずいんです。今ただでさえ所得が減ってってる、生活が厳しいっていう人たちが多い中で、お前ら自分で投資しろや、そっからの上がりで儲けろやっていうことって国が大々的にやっていくっていうのは、これ私間違ってると思うんです。いいんですよ、そういうような減税の措置があったりとか非課税の措置があって自分の少ない資産を少し増やすとかっていうような取り組みができることはいいんだけれども、国が大々的にそれをみんなに呼びかけてやらそうっていう方向っていうのは私少し不健全だと思います。要はある意味で金融業界に対してのこれは気遣いというか、これはもうずっと経団連もで金融業界もずっと求めてきたことなんですよ。2022年の連休ゴールデンウィークの時に岸田さんがロンドンを訪問したんです。経済金融についての講演を行ったらしいんですね。何を言ってるかってことなんですけれども、約2000兆円の個人資産を投資に振り向け資産所得倍増を推進するって言ってるんです。人の金目当てで何言ってんねんって話なんですよ。これって日本にはね2000兆円もの個人資産がありますんで、これをどんどん投資させていきますから皆さんご期待くださいってことを言ってるんです。金融の中心地ロンドンでね。これって私は国としてあるべき姿じゃないと思ってるんですね。所得倍増ってことを最初にこの方は旗振ったんです。令和の所得倍増ってことを旗振ってたんだけれども、それがいつの間にか資産所得倍増に変わっちゃったんです。みんなの給料を純粋に上げていくよ、所得を上げていくよってことを最初声高に宣伝しまくったんですけど、でも結局それではなくて、お前らいるんやったら投資しろやにスイッチしていったんです。これっていうのは国として私は不健全だと思ってる。投資をするしないはその人の勝手です、皆さんご自由に。でそこに対する優遇とかもあっていいと思うけど、一方で国がやるべきことは何かっつったら、30年これだけ地盤沈下させた壊れた社会を立て直すためにさまざまな産業への支援だったりとか労働者に対する支援、そういうもので本当に景気を立て直していくってことを真剣にやらなきゃいけないのに、2000兆円もの個人資産をおそらくこれは食い物にしていくっていうことを世界の場で宣伝してるっていうことなんですよね。ごめんなさい、直接的には20年後にニーサどうなんのって聞かれてもわからない、そういうことです、申し訳ないです。新ニーサについてお伺いします。いろんなインフルエンサーの方が今すごく声高に言っていて、まあ、陰謀論とかっていう説もあるんですけれども、そこについてどうお考えですか。そうですね、株式に投資するっていうことを年間の額が決まってて、そこに対して課税しないよっていうことが、行われるっていうことですよね。今ただでさえ生活するのが大変なんだ、でもちょっとずつ蓄えてたお金をそういうふうに運用していきながら少しずつ使えるお金を増やしたいっていう庶民感情、当たり前なんですよ。個人が投資するってことに対してそれを阻むものはありません。でも国家が大々的にこの国のみんなの持ってる資産をどんどん投資に回していけみたいなことを誘導していくのおかしいんですよ。それ全然健全と言えないんですよ。で給料
というよりもみんなの所得を上げていきますってことを最初言ってたのに、それを途中で言い方を変えて金融所得倍増みたいな言い方をしてるんです。だからお前所得上げたいんやったら投資しろやってことを国が言ってるってこと。お前証券業者のなんか回し物なんですかって話なんですね。総理が言うべきことじゃないんです。これはわざわざイギリスとかそういうようなね、ロンドンとか金融都市まで行って要は日本の金をそっちに流すぜってことを紹介してるんですよね。2022年の連休、これですね。約2000兆円の個人資産を投資に振り向け資産所得倍増を推進しますからねって。なんでお前がそんなこと決めんねんって話ですよ。であれですよ、自分の資産は自分の資産の中に株式とか持ってないんですよ、この人。むっちゃ手堅い、せこ、人の金で世界に行ってみんなに投資させますからって。でお前は言ったらしてませんねんって。ビビるわほんまに。いつまで検討してんねんお前の金投資するってことに対してっていう話ですね。まあ、おそらくもう検討結果は出てるんですよ。投資はしません私はってね。だからそれが答えだと思います。いいんですよ、個人として今収入が少ない、それを何とかしたいとか、もうちょっと欲しいもの買えるようにしたいってことで投資をしていく、当たり前ですよそれ。もしもそれで、そういう意思を持ってやるんだったらそれは自由。でも国家として、国民の所得を上げるのに投資に振り向けるっていう考え方自体がもう本当にポンコツだなと思います。やらなきゃいけないことは何かって言ったら、給料を上げていく、所得を上げていくような社会を作ること。それを作るためには何が必要かって言ったら、企業にお願いします、企業に対して賃上げお願いしますって。意味不明でしょそれ。お願いしてはいオッケー言うやついませんよ、はっきり言ったら。じゃあ何をしなきゃいけないかって言ったら、景気よくするってことだよって。景気よくすればそれぞれの売り上げが上がっていけば賃上げをしていくっていうことに関して前向きになっていくじゃないですか。じゃあ賃上げを促していくための好景気をどうやって作っていくんですかって言ったら、まずは消費を喚起していくって、これ経済の基本の木だろって話なんですね。そういうことでした、すいません。もう愚痴にも近いような話でしたね、すいません。と今度の8日から岸田さんがアメリカに行くんですけど、またばらまきに行くんでしょうか。これはですね、総理に聞いていただいた方がいいかなと思うんですけれども、まあ、あのばらまきも当然入ってると思いますよ。定期的にそれはばらまかれるものなので。でその43兆円ってですね、ここに関しても当然、アメリカ製の、武器であったりとかさまざまなものを買わせていただくっていうものも含まれてるわけだから。でこの先さらに有事には、自衛隊はアメリカの指揮下に入る、これはもう昔からの公文書で決まってるんですよ。これは昔からの公文書、秘密裏にずっと進めてきたことにおいて、だから今外務省に聞いたとしてもそんなことはないと。自衛隊は自衛隊、米軍は米軍、協力してやっていきますって話なんだけど、そんなことは嘘なんですよ。米軍の支配下でやる、米軍の指揮のもとやっていくっていう、米軍の二軍として働いていくっていう、まずやられるのは自衛隊だってことです。そういうことの強化っていうものも今回していくんでしょうね。本当に許せないというか、なんだと思ってんだ自衛隊をってことですね。本当にこの国に必要な専守防衛であったりとかで、何よりも災害の時に多くの方々を救ってる、でそういう自衛隊に本当に最大限に災害の時にも多くの人々に役に立てる仕事はいっぱいあるはずなのに、とっとと撤収させますからね。国は足りてないんだよ食事がって言っても、だから国がちゃんと提供してくれ、自衛隊に食事を提供させてくれって。自衛隊には勝手にそんなことできないんで、上から指示がないとそれ動けないのに、そんなことを取材もせずにもうそっとと撤収させて、あとは民間でやれみたいな動きになっちゃうっていう、やってることむちゃくちゃですよ。お前アメリカ行ってる場合ちゃうやろって、お前能登に入れよってことですよ。アメリカ行く時間あるんだったら能登半島に入ってちゃんと歩いて、で地元の方や NPO だったりいろんな苦労されてて、この先の能登半島を売れてる人たちの話を直接聞けよって私思うんですね。それが本当の国益ですよ、はっきり言っちゃえば。どうしてかって、この先には間違いなく南海トラフも首都圏直下も来るんだから、今ここで能登半島でちゃんと人々の生命財産を守れるっていう国の力を発揮できる体制を構築していかなきゃいけないんですよ。そういった意味でもこの能登半島でしっかりと国に仕事をしてもらわなきゃいけないのに、
もうとっとと打ち切ってますから、いろんなことを。アメリカ行ってる場合じゃない、向こう側に献上しに行ってる場合じゃない、私はそう思います。すいません、ばらまくかどうかってことですけど、おそらくそういうものも含まれてるだろうということです。山本太郎さんの政治的な理念だったり、その使命感というのはどういうのをお持ちなのか、お聞かせいただいてよろしいですか。嫌な世の中に住んでたくない、それ以上でも以下でもない、その程度です。嫌な社会に住んでたくない、自分が生きてたくないってことです。それ以上でも以下でもない。誰のために政治やってんですかさ、私は自分のためにやってるんですよ。自分がこの先障害を負ったっていう時に絶望して自分で命絶ちたくないんですね。例えばだけど、この国で途中で障害を負って生きていくって、まさに地獄だと思うんですよ。障害って言葉が今出たけど、この先を考えた時に、お前いくつまで生きるつもりなんだみたいなことを麻生さんが財務大臣時代に話してるんですね。北海道の小樽で話された時に、90歳になって老後が心配とかわけのわからないことを言ってる人がテレビに出てた。お前いつまで生きてるつもりだと思いながら見てましたってことを言ってるんです。この人は何も心配することないんですよ。だって大金持ちの息子なんでしょ。でおじいさんが吉田さんなんでしょ。元総理なんでしょ。何の不安もなく、金持ち特有の何かしらの悩みはあったかもしれないけれど、経済的に困ること1ミリもなく生きてきたわけじゃないですか。で、高度医療にかかりながら、生きてるか死んでるかわからない状態でもずっと生き続けることも可能なぐらいの財力あるわけでしょ、この先ね。超絶高度医療受けられる立場にある人じゃないですか。で、これを見たときに何を思ったかって言ったら、あ、これは人間の寿命みたいなものを区切られる時が来るなと思ったんですよ。人間の寿命の区切りをつけられる時が来るなって。ああ、もう随分おじいちゃんおばあちゃんね、生きたねって、若い人たちが大変だからもうそろそろ行きましょうかみたいな話を国から言われるような、ある意味で安楽死って言われてるものがそういうものに使われる可能性みたいなものも拡大していくんだろうなっていう、それを考えた時にこれまずいなって。だって死ななきゃいけないっていうタイミングを決めるのって個人じゃないかもしれない、圧力かもしれないもんね、周りからの。そう考えたとしたらとんでもない社会になるだろうなって思ったんですね。で、船子さんと木村さんに立候補してもらうことにした。要は命の最前線に立ってる人たち、そういう社会になったらまず最初に殺される人たちに立ってもらわなきゃダメなんですよ。そういう意味で、令和新選組スタートしたと。でもそれって自分にも関係することですから。で、自己責任でっていう社会も嫌いだし、いや、どっちかって言ったら申し訳ないけど、私は芸能で生きてきて経済的につまずいたこと一回もないんです。16歳で社会に出てからは同じ年代の人たちよりも稼いでたから困ったことないんです。でも怖いんですよ、自分に自信がない。将来まで約束されてるわけじゃないじゃないですか。そう考えたときにやっぱり社会を変えなきゃいけないなっていうふうに思ったんです。それが原発事故、あ、これは関係なくみんな切り捨てる気なんだなってことを感じたってことですね。スタートは原発事故でしたけれども、で、何が言いたいかってことですけれど、自分がどんな状況になったとしてもまず最初に手を差し伸べてくれる、積極的に、それが国であってほしいし行政であってほしいと。でもそんな社会にはなってないし、切り捨てられて絶望を感じた時には自分で命を絶って終わるような社会が広がってるわけですね。これを変えるためには政治を変えるしかないというような自分勝手な話です。自分のためにそうしたい。でもこれってそんな社会ができた時にはみんなにとってはマイナスではないと思うんですよね。そういう思いでやってます。ありがとうございます。